王様、お慈悲を。私は貧しい農村の出で、両親と死に別れて孤児になりました。今は皆様のお慈悲にすがって生き延びるしかありません。もし私の姿を見て少しでも同情していただけるのなら、どうか飢えをしのげるお金をお恵みください。たったの6ペースだぞ。ふざけんじゃねえ。誰がおめえみてえな薄汚え小娘を食わせてやってると思ってんだ。ただじゃねえんだぞこら。今は苦しい日々だけど、悪いことばかりじゃありません。屋根裏部屋の一番奥の窓、午前0時過ぎに3回叩けば。マルバス、マルバス、いますか？ああ、いるよ、ミステリア。それはとある悪魔と私の密かな逢瀬の合図なのです。マルバス、今夜も来てくれたんですね。ああ、じゃあ今日も。おい小娘、まだ起きてんのか。神父様。ったく、明日も早いっつってんだろ。今日みてえに稼げなかったらまたはったおっさんな。分かったか、おら。やれやれ、悪魔の私が言うのもなんだが、この町では孤児に物乞いをやらせて金を巻き上げる奴も神父というのかね。神父さんにはお世話になってますから。それに物乞いじゃないです。路上で私の身の上話を聞いた人が感動してお金をくれるんです。対価です。ちゃんとした仕事です。ま、物は言いようだな。あれからもう1ヶ月か。やはりいないか、私の姿が見える者は。認識すらされなくなればいないのと同じ。寿命のないこの体でこの先永遠を生きねばならんのか。皆様、お慈悲を。もし私の姿を見て少しでも同情していただけるのなら、どうか飢えをしのげるお金を。哀れだな、見るに耐えんよ娘。まさか死ぬまでそうやって食いつないでいくつもりかね。生きているのが嫌にならんのか。見えも聞こえもせん相手に八つ当たりとは、私も焼きが回ったな。お前、ひょっとして私の姿が見えて。何ぼーっと突っ立ってんだ。来い、場所を変えるぞ。嘘、昼間の私を追ってきたんですか。やはり見えるのか、悪魔の私が。はい、生まれつき。私の魂でも奪いに来たんですか。いや、単に見える人間が珍しかっただけだ。これといった用もない。じゃあ私が眠れるまで何か話でも聞かせてもらえませんか。
なぜ？いや、その、今夜はこのまま眠っても、いい夢が見られそうになくて。あの、今日のお話は何ですか？また寝る前の小話をご所望か？明日、起きられずに殴られても知らんぞ。いいじゃないですか。これだけが私の楽しみなんですよ。あなたの話を聞いて、旅してる気分に浸りたいんです。じゃあ、200年。いや、300年前だったか。アバウトすぎでは？ここロンドンで、シェイクスピアの舞台を見た時の話だ。別にあんたに助けてくれって頼んだ覚えはねえよ。一応俺上司だからね。本部からの話だと、ロンドン市内で目撃されたのはかなりの上級悪魔だしな。こいつじゃないな。次だ。あー、面白かった。シェイクスピア、お話だけでこんなに面白いなんて。劇場で見たら最高だ。そう、別に。有名どころは一通り見たが、どれもまあまあだ。もてはやされるほどでもなかったさ。マルバス、あなた友達いないでしょ。は？何を言う。そもそも私が見える人間は。そう言うんでなく、長生きの癖して人の気持ちが分かんないんだなって。皮肉ですよ。そんなはずはない。私は短時間だが、人に化けることもできる。え？この状態なら普通の人間にも見える。だから、君が思っているほどコミュニケーションの機会がなかったわけではない。だが神経を使うし、ひどく疲れるから対応はできない。それに、下手にご婦人の前で使うと、私をめぐっていつも大変な騒ぎになる。そうですか。そうだ。なんだ、今のやりとりのどこに笑える要素があった？いえ、それがわからないんじゃ、まだまだですね、マルバス。そうか。ではまた来る。え、マルバス、本当にありがとうございます。あなたに出会えて、明日が来るのが楽しみになりました。私、小さい頃からこの目が好きじゃなかったんです。人と違うものが見えるせいで気味悪がられて、いいことなんか全然なかった。でも今はあなたが見えているこの目が私の宝物になりました。なぜだろうな。たまたま私が見えるというだけの、ただのどこにでもいる不幸な子供なのに、どうして何度も会いに来てしまうのだろう。小娘、お前の買い手が決まったぞ。買い手？え？バカだなお前。まさか本当に物乞いだけで食わせてもらえると思ってたのか？あれはただの顔見せだ。磨けば物になりそうな小児を拾って適当に餌付けした後、売りさばくのが俺の仕事だ。
お前は特段器量よしだったからな。召喚じゃなくて地主貴族に買い手がついた。いい暮らしをさせてもらえるかもしれねえな。納品は明日だ。それまで最後の晩餐を楽しむんだな。そうか、やはり人買いだったか。あの時もそうだった。兄さんも私がずっと小さい頃にこんな風に連れて行かれてしまったんです。はじめは町のお屋敷に使用人として奉公に出るって聞いてたのに、それっきり音信不通で、後から調べたらそんなお屋敷なんて誰も知らないって言うんです。私たち二人とも騙されて、そうやってひどい目に遭わされるんだ。お願いです、ここから連れ出して。それはできない。どうして？悪魔としてのルールに触れる。対価なしで人を救うと拒絶反応を起こし体が崩れる。我々はそういう風にできているんだ。私の魂をもらってください。うん、知ってます。悪魔って魂とかその人にとって大切なものを奪う代わりに願いを叶えてくれるんでしょ。望みと引き換えに命を落とすんじゃ意味がない、そう思ってたけど、あなたに奪われるならいい。兄さんがいなくなってもう私が大切に思える人なんてあなたしかいない。悪魔がなぜ魂を欲しがるか知っているか。奪った分自分の寿命が伸びるからだ。だが私はすでに不老不死だ。これ以上奪っても意味がない。むしろ退屈すぎて持て余してるほどだ。あなたはもう何にもいらないんですね。ねえマルバス、マルバスはなんでロンドンに来たんですか？さあ、ま、暇つぶしだな。そう。じゃあ、ちゃんと今は楽しめてますか？開けろ、おい。開けろっつって。スノー、一応ここが教会だ。騎士団の一員としてそういうのは。んなことは関係ねえよ。拳銃時やめないなら扉の修理代給料から天引きな。なっ、それだけは勘弁してくれ。誰だあんたら。ここは神聖な教会だぞ。なんだ、いるじゃねえか。連れてまいりました。うん、ご苦労だった。ほら、ご主人様に挨拶しろ。まあまあいいから。あ、はい。大丈夫だよ、怖がることはない。おいで、ウィステリア。君は今日から私の子だ。さあ、自分の家だと思ってくつろぐがいい。はい。さあ、ここが君の寝室だよ。ありがとうございます。なあ、悪魔の反応をたどったらここに着いたんだけど、心当たりある？しるしるけ。お前の本当の商売も知ってんだよ。
潰してやってもいいんだぜ。待ってくれ、話すから。悪魔かわからんが、ここにいた銀髪の娘が夜中によく独り言をつぶやいていたな。銀髪？その子はどこだ？売っ払っちまったよ、金持ちの地主んとこに。聞いたとこ、ガキをいたぶって興奮する変態だそうだがな。このケンペラ！竹並、悪いが先にやることができた。おい、それじゃあ。なんだ今のは。計測器が振り切れてやがる。来ないで。大丈夫だよ、私はただ不幸な身の上の君を癒してあげたいだけだ。少し老いたが過ぎるようだな。逃げられるものか。もう諦めるんだな。この屋敷からは逃げられない。さあ、お楽しみの時間だ。嘘。なんだお前は。貴様ら人間のやり方に従うなら、金があればいいんだろう。その娘をもらいに来た。マルバス。こんな冗談はめったにない。いくら積まれても譲るわけないだろう。マルバス。拒絶反応か。早いな。なんだあいつ。マルバス。貴様。そんな、どうして。何もかも飽きたと思っていたんだ。もうこの世界に見るべきものなど何もないと。だが君と一緒に過ごした夜だけは退屈を忘れることができた。悪くなかった。そう思えたのは本当に久々だったんだよ、ウィステリア。望みなどとうにないと思っていたが、どうやら私は君と共にいる未来が欲しいらしい。騒がしい。もしかしてあの人、悪魔と契約を。連中の手が届くような女性ではないんだよ。お前は、いや、あなた様は、まさかこの13の最悪をもたらした。消えろ、三下。
君はこれから世界のいろんなものを共に見ようと決めた矢先だったのに。でも私が差し出せるものはこれしかなかった。そうでしょ。その代わりあなたが私に教えてください。この世界にはまだ素敵なものがたくさんあるってことを。あなたの言葉で、私の隣で。ああ、契約だからな。さて、これからどこへ行こうか。こんなに旅の計画が楽しみなのは初めてだ。ハロー、ハロー、何もない夜を越えられない、行き先不明な今日が終わってく。ハロー、ハロー、何もない、いいことなんてない、明日が欲しいのに眠れないんだ。窓の向こう、夜空の果て、広がって広がって見えない、自分じゃ引けない、自分の手を引き寄せて抱きしめてくれるなら。もしも明日に、でその乱入してきた赤毛の悪魔ってのは銀髪の娘と一緒に消えたんだって。ああ、久々の上玉だったのに。何が上玉だって。やめろスノー。なあ竹並、この案件俺に任せてくれるよな。ああ、我々の任務はこの世の悪魔全ての滅殺だ。いつかそいつに当たるまで殺し続ければいい。もう少しだ、もう少しでお前に会える。イステリア、俺がお前を絶対に救い出してやるからな。